来月10日に初日を迎える大相撲11月場所の番付発表が行われました。これを受け、11月場所に新大関として臨む大の里関が会見を開き、抱負を語りました。午前6時、11月場所が行われる福岡国際センターに各部屋の若手力士が集まり、すり上がったばかりの番付表をそれぞれの部屋に持ち帰りました。大の里関は先場所13勝で2回目の幕内優勝を遂げ、幕下付け出しで昭和以降では最速の大関昇進を果たしました。番付に名前が載るということで、本当に大関になったんだなという、実感も湧きましたし。大の里関は秋巡業を体調不良で途中から離脱しましたが、徐々に体を動かしているということです。はい、最後1年間締めくくる場所でもあるので、いい形で締めくくればいいかなと思いますね。大相撲11月場所は来月10日初日、24日に千秋楽を迎えます。